ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。この港は私がもらった。誰にも使わせやしない。父上を追ってここまで来たというのか。せいぜい私を楽しませなさいよね。ですな。レイキ、いい働きだ。だが気負いすぎるなよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ここは大事な防衛する。招かれる客には帰ってもらわない。さて、手始めに矢の雨をご馳走しようか。ここは私だけで十分。もう一方の拠点を攻める旅費軍を立てた。勝利をこの手に。容赦はしない。やった。反撃だ。さすが真の三国武装は一味違いますな。悔しいけれど、ここは引くしかなさそうだ。
前線の部隊は壊滅しました。これ以上は戦えません。私が討ち取ったぞ。お見事、見せつけてくれますな。私には殿の留守を預かる責任があります。何としても牧羊を取り返さねば。猛徳が上州へ出た隙を狙いよって、人の道を外した獣め。俺が追ってくれる。Thank you.
呂布軍相手に正面から戦うのは愚策ですね。ここは兵器で肩をつけましょう。ここがあなた方の墓場です。弓兵、傾斜せよ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。ここで散る。消し飛ばす。ここは引かねばならんか。この鍵は必ず返すぞ。純文尺と申します。戦略なら、お相手を願いますか。ここで散る。消し飛ばす。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。ここで散る。消し飛ばす。防衛を止められぬとは。殿、申し訳ございません。激将、私が討ち取ったぞ。正規、いい働きだ。だが気負いすぎるな。決めてやろう。勝利をこの手に。容赦はしない。お働き、手は尽くしたか。勝利をこの手に。仕切られたか。容赦はしない。木曜を狙う敵は一掃できましたな。戦の流れは我らにありますぞ。みんな勝ち時をあげよう。その勢い、誰にも止められますまい。山田、申し上げます。加工頓様、純育様、敗走。牧羊奪回はなりませんでした。獣め、一度食らいついた獲物は離さぬか。厄介な相手よな。いいもの揃ってますよ。
ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。破れるとはどこかに気の緩みがあったか。Yeah!
みんな勝ちどきをあげよう。お見事、見せつけてくれますな。拠点の奪還に取り掛かるとしよう。さて、ここではどんな手が有効かな。敵の防衛線を破れませんでしたか。無念です。好き勝手されて負けるなんてな。で、俺たちどこへ帰ればいいんだ。やれやれ、こうも拠点の守りが固いとは。戦力を集中させて順に片付けるしかないか。ここを抜かれては都合が悪い。消えてもらおうか。よし、敵を十分引きつけられたな。それじゃあ副兵諸君、拠点を押さえてくれ。伏兵で拠点を奪うのが狙いだったか。まんまと誘い出されてしまうとは。成果を上げられないまま撤退とは。もう少し効果的な手があれば。今日な手使う奴らに負けるかよ。やーくそ、納得がいかねえ。伝令、前線の満潮様ら攻撃部隊が壊滅しました。こりゃちとやべえな。味方が減っちゃ取り戻すのが難しくなるぜ。任務は成功したね。レイキ、いい働きだ。だが気負いすぎるなよ。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。ウスを狙うとは獣らしい浅はかさよな。貴様などに
剣心を渡すと思うたか。総王族の前に撃つのみよ。お見事な活躍ですな。勝利をこの手に。無様だな、ソウス。遠州はもはや俺のものだ。敵将、私が討ち取ったぞ。見事、見事な戦でございましたぞ、呂布殿。帝都を抑えた今、遠州は我らのものに。こんなものは肩慣らしに過ぎ。次だ、陳宮。次はどこを攻める？で、伝令！牧羊が曹操の手に落ちました！我らの本隊が帝都へ向かった隙に一気に攻め落とされた模様！なんと、牧羊が奪われたですと？騒ぐな！奪い取られたのならば奪い返すまでだ。行くぞ、陳宮！しばし、しばしお待ちを。ここで帝都を離れては、今度は帝都が取られてしまいます。このままでは、取って取られての状態となり、兵力で劣る我らの敗北は必死ですぞ。ここはひとまず遠州を離れましょう。ふざけるな！俺は勝ったんだぞ。なぜ牧羊を落とされたぐらいでここを離れる必要がある？お怒りはごもっとも。しかし、先の戦が終わったばかりで、我が軍は疲弊している状況です。我らの天下への道は始まったばかり。国は遠州だけではありません。私が必ずや別の国を奪ってご覧に入れます。どうかここは引いてくだされ。そうそう、この借りは高くつくぞ。いつか必ず貴様を打ちのめし、遠州を取り戻してやる。陳宮、さっさと次の戦を用意しろ。はっ、お任せあれ。